こんにちは、ナミさん。メッセージありがとうございます。えー、そしてですね、昨日はズームライブの方ご参加いただきまして、ありがとうございます。コメントもいただいたんですけども、ちょっと拾いきれずに大変失礼しました。補足動画をいただいたんで、助かります。あの、顔出しをすることとしないこと。ま、あこれ、YouTube をやってると2つに分かれると思います。えー、タカさんの場合は、顔出しをしないということでね、売り上げを作っていく。ま、私の場合は、ナミさんと同じように、こうやって顔出しをしながら売り上げを作っていく。多分ね、 ナミさんも私も店舗をやっていて人をお迎えするっていうところで、まあそれが YouTube に行っても、まあ自分の顔と体でこう勝負していく。本名を出して、えー、しっかりとお客さんに向き合っていくっていうふうな、まあいわゆるね、昭和型の価値観のまま YouTube をやっているっていうところが特徴の一つなのかなと思うんですね。で、高さんの場合は年齢はそんなにね、変わらないんですけど、10歳くらいしか違わないんですけども、 まあでも、いろんな事情で、顔出しをせずにやっていこうというふうに思ったところを、顔出しをしなくてもやっていけるんだよってことに気づいてやってると思うんですよ。で、一つの例として、ナミさんが言われたみたいに、顔出しをしてない人がね、オフ会とかで、実際にリアルに顔が見えるっていうのは、まあ一つのワクワク感はあると思いますよね。うん。それはメリットに変えられることがあると思います。ただじゃあ、顔出しをしている人に、実際にリアルに会うことによって、 その、特別感がないかっていうと、やっぱりね、あ、本当にいたんだって私はね、よく言われることがあって、全国ツアーに47都道府県行ったわけですけども、あ、久保さんって本当にいたんだね、動画のまんまだね、と。しかも、私毎日放送してるんで、実際に会うオフ会で、なんか20人ぐらい集まる、その前日も放送してるわけですよね。そうすると、なんか毎日会ってるみたいなんで、えー、すごく親しみがありますみたいな感じでね、言われたりもします。だからもしかしたら、 顔出しをしてるメリットっていうのは、この、普段、いつも会ってる感があるから、さらに取り組みやすい、さらに感動するっていうね、ところがあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、結論、どっちでもメリットは感じていただけるってことなのかなと思います。うん。会いたくなるほど、ファンになっちゃったっていう意味では同じですからね。でもそうですね、あの、私ね、実はね、10代の頃、文通をしていたんですよ。まあ、全国各地の ま女の子と同年代の女の子とこう文通をしていてね手紙のやり取り普段普段してるんですけども実際に会おうかってことにやっぱなるわけですよその時にまずはねどんな人がタイプですかと誰に似てますかみたいなことをねお互いやり取りしてよくこういう人に似てるって言われますとかねやり取りしてだんだんイメージ膨らましておいてでついに写真のやり取りをまずするんですよねで一応写真のやり取りをした後にぷっつりと消息が 分からなくなったっていうね、音信不通になったってことはなくって、なんかお互いにホッとしたんでしょうね。あ、これならまずいきるなっていう感じだったかもしれませんけど。で、実際写真のやり取りした後に、電話番号のやり取りして、実際にね、電話で話してみるみたいな。いいですね。初々しいですね、そう思ったらね。で、黒電話でこうやって電話してね。で、いつか会おうね、みたいな感じで実際に会う約束をするわけですよ。これやっぱりワクワクしますね。あの、文通から始まって、 そして爆風スランプの「玉ねぎの下に」の曲ではないですけども会う時にねうん事前にもう顔や声を知っていて文章からお互いのイメージをしっかりつかんでいるはずなのにドキドキワクワクするわけですよあの感覚ってのはね今ないっすねうんやっぱりこういろんなことに慣れていくんですかね あのいわゆる、まあ、ときめきってやつですかね。まあ、ときめきは今、奥さんにはね、毎日感じてるんですけども。けど、なんかね、あの、あ、そうそう。新潟に行ったナミさんの時に、あ、ついに入るんだなっていうふうなね、もう数年間の思いがこう、のしかかったワクワク感ありましたね。だから、なんでしょうね。再度、もう一度申し上げると、 顔出しをしようとしてまいとオフ会で会うとか実際会うっていうワクワク感は計り知れないものがあるなと貴重なものがあるなってとかですね。で、その他に顔出しをしないメリット、下メリットっていうことを考えるとやっぱね、あの、まあ、タカさんなんていうのはサラリーマン出身であり家庭を抱えてらっしゃるっていう背景を考えると顔出しをしないことによって自分の まあ私生活が守れるっていうふうに思うところあるんじゃないかなと思うんですよだからそこでしょうねきっとねそういった先入観を持つと自由に表現できるってところがあると思いますただ私はやっぱりこう顔出しをしていてじゃあ自分の身とか家族の身に何か危ないことが来てるかっていうと別に来てないしそこまでね数十万人を要するような有名人でもないんで 私が自分で言わない限り、YouTube で何かね、日々発信してますみたいなことは、誰もわかんないですよね。うん。まあ、だから、それほど人気者でない限りは、顔出しをしようとしないと、あんまり、特別なメリットとか、特別なデメリットっては来ないのかな、っていうふうにね、ここまでやってきて感じましたね。うん。どうでしょうかね。はい。こんな感じでございますけども、ナミん。なみさん、いつも、 本当にこううややっってててりりり取させもらあがとうございます私はねやっぱり顔出しをしながらやっていてそれが普通になっちゃいましたけどもこうやって見ると顔出しをしてない人とのやり取りも特にそんなにね「おいおい隠れてこそこそやってんじゃないよ」みたいな感覚全然ないんでうんだから思いなのかなと思いますよね。人を尊重する思いがあっていろんな事情があって今こういうふうに 過ごしてるんだなっていうところが根底にあれば特にそんなにこだわることはないかなと思いますねでもやっぱり私たちがあのお相手させていただいているのは youtube で発信してない方が大半だと思いますのでなんで顔出しをしないんだろうなんで顔出しをするんだろうっていう疑問にはね自分なりの回答をいくつか持っているといいのかなと思いますねはい、どうもありがとうございましたお疲れ様ですお。